6個ミーディエイトはアメリカ合衆国ペンシルベニア州グリーンズバーグ出身のプロゴルファーである。日本では名前をメディエイトと記載されることもある。2008年の全米オープンでプレーオフの末2位に入った。少年時代のミーディエイトは野球選手でゴルフに関心を持ち始めたのは高校時代だったという。南フロリダ大学を卒業し1985年に プロ入り。1987年に24歳で初の賞金シードを獲得。1991年3月にドラルライダーオープンでプロ初優勝を達成。当時28歳だったミーディエイトは、1988年1989年の全米オープン優勝者、カー,ーティストレンジとのプレイオフを制し、12アンダーパーで初優勝を決めた。当時彼は、 長いパターを使用しており、ロングパターで PGA ツアーを制した最初の選手として大きな話題を呼んだ。1992年にフランスのペリエフレンチオープンで国際試合初優勝。1993年4月、ケイマートグレーター、グリーンズボローオープンで PGA ツアー2勝目を獲得するが、この時もスティーブ・エルキントンとのプレイオフを制した。しかし、 1994年に追間版ヘルニアの手術を受け、ここで最初の危機が訪れた。1999年1月末、ミーディエイトはフェニックスオープンで6年ぶりのツアー優勝を果たす。それから2000年6月のビュイックオープンを制し、2002年4月末のクレータークリーンズボロクライスラークラシックで9年ぶり2度目の優勝を遂げた。これで 彼の PGA ツアー優勝は5勝となったが、現時点ではこれを最後にツアーの優勝から遠ざかっている。この頃には初優勝時に使っていたロングパターをやめて通常の形のパターを使用するようになった。2004年に背中の故障が再発し、この年の賞金ランキングが176位に落ちるなど、ミーディエイトの競技生活は怪我との戦いの連続だった。 2008年の全米オープンゴルフでッ個ミーディエイトは予選会から出場した。この全米オープンを迎えるまで彼は出場17大会のうち8大会しか予選を通過できず全米開幕当時の世界ランキングも158位まで落ちていた。カリフォルニア州サンディエゴにあるトーリーパインズゴルフクラブのコースでミーディエイトは4日間通算を1アンダーパーで回った。 最終、第二組で回ったミーディエイトは、テレビで最終組の二人、タイガー・ウッズとリー・ウエストウッドのプレーを見ていた。二人ともミーディエイトに一打遅れて、イーブンパーで、最終18番のグリーンに上がってきた。ウエストウッドは、バーディーパッドを外すが、ウッズが、土壇場でバーディーパッドを沈め、1アンダーパーでミーディエイトに追いついた。こうして、全米オープン優勝の行方は、 ミーディエイトとウッズのプレイオフに持ち越される。全米オープンのプレイオフはもう一ラウンドプレイする方式で行われ、ここでも決着がつかなかった。プレイオフの19ホール目は7番ホールに場を移す。ここでミーディエイトがミスを犯し、このホールをボギーにしたため、パーで終了したウッズが6年ぶり3度目の全米オープン優勝を果たし、ミーディエイトは45歳6ヶ月の最年長。 優勝者になるチャンスを逃した。左膝を痛めていた世界ランキング1位との90。2010年10月、47歳、賞金ランク182位で迎えた、フライズドットコムオープンでは4日連続で、チップインイーグルを決めて、8年ぶりの優勝を果たし、シニア入りまでの2年間のシードを得た。大会初日に3番ホールで、ホールインワン、2日目は4番ホールで、 残り160ヤードの第2打を3日目は15番ホールで残り111ヤードの第3打をチップインイーグル最終日は12番ホールまでに5つスコアを落として初日から守った首位を譲ったが16番ホールでこの日初めてのバーディを奪い迎えた17番ホールで残り116ヤードの第2打がチップインイーグルとなり4日間通算15 アンダーパーで2位グループに1打差の優勝であった。ゴルフバックのパター以外のクラブにはヘッドカバーを使わないことで有名。理由はヘッドカバーを使うとキャディの仕事を増やしてしまうし、多少の傷は気にならないからとのこと。PGA プレイオフ記録。ありがとうございます。